ラーテナウ、バルター・ラーテナウは、ドイツのユダヤ系実業家、政治家、作家、多国籍企業電機メーカーアイグ会長、キリスト教へ改修しなかった、バイマル共和国初期に外相を務め、ソビエト連邦とラバド条約を締結したが、極右テロ組織コンスルのメンバーに暗殺された。後にアイグの共同設立者となる、ユダヤ系実業家、エミール・ラーテナウの長男として、ベルリンに生まれる。 弟と妹が一人ずついる。父エミールはトーマスエジソンの特許を取得して、アイグは電気、銀行、宝石、政治、陶磁器、鉄鋼、航空、自動車、鉄道電化、軍事産業など巨大コンセルンを築いた。1886年からシュトラスブルク大学及びベルリン大学で物理学、哲学、科学を学び、博士号を取得。 1890年からは、ミュンヘン工科大学で、機械工学を学んだ。当初彼は、父親の仕事を継ぐことを嫌って、芸術家、軍人、外交官への道を目指していたが、結局父親の仕事を受け継ぎ、1893年から、アイの社によるビッターフェルトやラインフェルデンでの工場設立を担当した。1899年からは、 ベルリンの商社の経営に参画、1912年に同社の社長となるアイグ社監査役として1904年以降80社もの監査役を兼ねた、ドイツ経済界で大きな役割を演じていたことは、彼がユダヤ系ドイツ人の有力経済人からなる友愛協会の会員に迎えられたことからも伺える。電気業界が不況を迎えた際は、カルテル戦略で乗り切る手腕を見せた。 1914年に第一次世界大戦が始まり、8月に軍事物資供給組織の指導者となった。ラーテナウは世界大戦に反対であったが、プロイセン軍事省戦時原料局長に就任し、ドイツ戦時経済を整えた。しかし、彼の祖国への奉仕は、後反ユダヤ主義者によって攻撃された。1915年に父が死んだが、最高顧問だった彼は、 アイグ社の後継会長には就任せず、父の共同経営者にその地位を譲り、特権とアイグ総裁という肩書きのみを受けた。ラーテナウゾをこうした実業家としての反面、彼は資本主義、物質主義万能の世の中に批判的な見解も持っており、文学によってそれを改善したいと考えていた。ジャーナリストのマクシミリアン・ハルデンを支援してその週刊誌発行を助け、 また同志に、たびたび寄候した。最初の寄候は1897年の、旧敬、イスラエルよという論文で、近代のユダヤ人に対する意義申し立てだった。ラーテナウは、ユダヤ人は臆病で、防衛的であるのに対して、ゲルマン人種は勇気と徳を持ち、北方の金髪のアーリアミンは南を征服し、文明を豊かにし、さらに彼は、東洋の宗教の定着に伴って、 近代産業文明の民主主義と資本主義の中に恐怖と知性と十作の権力が定着したと考え、見えない、ゲットの中に半ば自分から進んで暮らしているユダヤ人は悪行も全て人のせいにしてしまうがユダヤ人は嘲笑されないように自己を訓練しなければならないと論じた。友人である作家ゲアハルト・ハウプトマンを通じて作家のグループに加わり、時事批判について 精神の気候について、などの本を出版し、精神の王国と表現されるその理想主義的な世界観を表明した。ビルヘルム2世時代のショービニズムに反対の立場だったラーテナウは、リベラルな市民の政治参加を目指し、自らもドイツ帝国の外交政策、特に植民地政策に影響を及ぼそうとした。第一次世界大戦が始まると、彼はドイツが戦争をするには、 経済的準備が不足していると主張し、産業界に国家の注意を向けさせるために1915年3月まで軍事省戦時原料局長をしていた。この活動はドイツの物資不足を防ぐためとも公共の復讐を目指す効率的な統制経済を実現するためとも言われる。経済に関するそうした考えを1917年の著書、来たるべきことについてでも表明している。 彼はその目的のため、大倉省次官就任を目指したが失敗に終わり、軍事省を去った。後1918年の終戦まで、愛護者の軍需物資生産監督に集中し、また戦後の非軍需物資生産の計画を立てていた。一方で1916年には、軍事省の会議に出席して、他の産業界代表と共に、ドイツ軍占領下にあるベルギーの市民を強制労働のため、 ドイツに連行することを主張し、長年の友人だったマックス・ハーデンと喧嘩別れしている。対戦が終了し、バイマル共和国が成立すると、ラーテナウの政治への傾斜は、さらに大きくなった。彼は、経済専門家として、ドイツ民主党の共同設立者となり、産業の社会化に関する委員会の委員に就任。連合国との緊張緩和政策や、交渉の手腕、 そして国際的知名度が注目され、1921年5月に、ヨーゼフ・ビルト内閣に再建担当大臣として、招聘された。大臣としてこの年10月にフランスとヘッセン州、ビースバーデンで、ビースバーデン協定を結び、賠償金の現物による支払いを定めた。直後に大臣を辞したが、ロンドンやカンヌで開催されたドイツ政府の外交交渉には参加している。 翌1922年1月、ジェノア会議にドイツ代表として参加するため、第二次ビルト内閣に外務大臣として招聘された。周囲は就任は危険だと説得したが彼は承諾した。しかし、賠償金問題では成果を得られなかった。成立間もないソビエト連邦とラパロド条約を4月に締結したが、これは共産主義に脅威を感じていた。 戦勝国側からもドイツ保守層からも怒りを買い、ドイツ民族防衛同盟は、ラーテナウを一番の祖国の敵だとした。ラーテナウ遭難の地に立つ記念日1922年6月24日、ベルリン近郊のグルーネバルトで、オープンカーに乗っていたラーテナウは、極右テロ組織コンスルに属する二人の青年に頭部を、狙撃されて、54歳で死亡した。犯人たちは、翌月に、 逃亡先で警官隊と銃撃戦の末に銃殺された。狙撃犯を車で運んだ男は、懲役15年、見張り役だったエルンスト・フォン・ザ・ロモンは、懲役5年の刑を受けた。また、ラーテナウツケ運転手で、コンソルの一員だったエルンスト・ベルナー提供府は、懲役15年の刑を受けた。暗殺に加担したエルンスト・フォン・ザ・ロモンによれば、暗殺の首謀者、エルビン・ケルンは、 ラーテナウの血は永久に隔てられてあるべきものを、もはや和解不能なまでに隔てなければならないと述べていた。ラーテナウのハッカコンスルラは、要人暗殺で、バイマル共和制を揺るがすことを企んだが、かえって共和制を守ろうという世論が高まり、後に外相となり、ノーベル平和賞を受賞したグスタフ・シュトレーゼマンは、ラーテナウの外交政策を引き継いでいく。ビルト首相は、 国会での追悼演説で敵は右側にいると叫んだ暗殺翌日の大学でのラーテナウ追悼集会は反対デモで中止となり1922年9月のライプツヒ大学での集会で共和派ドイツ人は忠誠心を持たないと決議されたこの事件を受けて共和国防護法,法が制定されたがこの事件の実行犯のような右翼ではなく 共産主義者など左翼を対象にした法律だった。ラーテナウはベルリン郊外の一族の墓地に埋葬された。彼が収集した美術品の多くは戦利品としてソ連軍によって持ち去られ、現在ロシア政府とドイツ政府の間で返還交渉が行われている。ドイツの現代史家で評論家のゼバスティアン・ハフナーは1939年に ラーテナウは20世紀のドイツの歴史で5本の指に入る偉大な人物であるのに、その伝記は6にない。彼は、貴族的でありながら、革命家であり、理想主義的でありながら、実業家であり、ユダヤ人でありながら、ドイツ愛国者であり、愛国者でありながらリベラルな世界市民であり、リベラルな世界市民でありながら千年王国の信者で、あり法の守護者だったと評している。 第二次世界大戦終了後、ソ連軍占領下の1946年に、ベルリンのラーテナウが狙撃された場所に、ドイツ自由民主党により、記念碑が建立された。現在もドイツ各地に、彼の名を冠した広場や学校がある。ブランデンブルク州フライエンバルデに、彼が所有していた館は現存し、彼についての展示が行われている。彼が所有した絵画の一部は現在、 フランクフルトアムマインの指定出る美術館に所蔵されている。ありがとうございます。